今日は柿のスイーツを作ってみます。柿が結構あるんで、まあ柿を剥きます。なんか火を通すと甘みがすごく増えるということなので、今日は柿を炒めてみます。炒めて、柿を炒めたことはないんですけれどもね、まあ、どんな味になるか。一応皮をきれいに剥くと。おお、つながったつながった。洗っちゃおう。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。で、種があるね。種取っちゃおう。オリーブオイルで炒めようかな。オリーブオイルで炒めます。小麦粉でもまぶしておきますか。なんとなく、うおー、なんだ。よし、これでいいか。一応中火にします。ちょっと白ワインでも入れてみますかね。美味しいワイン。ああ、いい香り。うん、なんか
すごくコクのある香りがしてきました。この天井も焼いちゃおう。天井、今年の夏にいちごの、かき氷の素を買ったんだけど使ってないので、これなんか使いたいなと思います。いちごをちょっと温めて、いちごソースを温めて、いい感じ。色がこういうのがいいかな。できました。いや、ちょっと食べてみましょう。うん、甘っ。めっちゃ甘い。これ。美味しいな、これ。甘いけど、めっちゃ甘くてめっちゃ美味しいね。アイスクリームの方が良かったかもしれない。バニラアイスの方が。うん。これバニラじゃないや。うん。美味しいです。パクパクいけますね。どうぞ召し上がれ。